はい、元上場会社社長のゆるゆる株式投資日記です。こんばんは。今日は11月20日月曜日でございます。なんか今日はすごい、記録的になんか、ここね、午前中ですね、33年ぶりとか言って、上でほっと見たらですね、なんか、結局197円のマイナスで終わってるというね。なんかもう、すごい、ね、動きでございますよね。ほんで今日私ですね、あれですね、一応電気代払いにですね、セブンイレブンまで行ったんですよ。それで、セブンイレブンでですね、ふっとわらべ屋日曜のね、卵サンドとね、それからやっぱりあれですね、ハムカツね、あれがですね、あってですね、どうしても食べたくなってです。それ買ってですね、それで、あとコーヒーもね、レギュラーコーヒー買って、で、家帰ってね、食べました。なんかね、ほんで、あとお掃除したりね、いろいろにゃんこのお世話をしたりね、いろいろ大変だした。ということなんですけど、で、今日ですね、まずラブちゃんとね、まずラブちゃんいきますね。はい。これラブちゃんですね。寝てます。ね。すっかりね、ラブちゃん落ち着きました。リボン可愛いっすよね。ラブちゃん、寝てるね。ぐっすりと。時々ポンちゃんがね、この椅子に乗るんですけど、やっぱりラブちゃんがね、ちゃんと占拠してますね。で、ポンちゃんはずっとベッドの方にね、結構離れてね。いつも寝てますね。そうなんですよ。でも今日ね、ちょっとうんこ箱の位置を変えたりですね。猫のお世話もね。あとお掃除してね。といろいろこう片付け物をしたりですね。あ、風呂もね。ちょっと、あれですね。ちょっとお掃除しました。目やに取ってあげてね。で、ラブちゃん。鼻くそもついてね。ちょっといかんね。かいでしょ。はい。ということで、これラブちゃんですね。で、ついでにね、ちょっとショートですけど、ポンちゃんもね。これね、ベッド寝てるっすよ、今日ね。なんか、結構ベッドが好きですよね。こういう顔してます、ポンちゃん。顔がよくわからないです、黒っぽくて。ポンちゃん。ポンちゃんも可愛いっすよね、やっぱりね、こうやって見るとね。可愛いね。男の子ね。昨日私がですね、夜ご飯食べてたらですね、シチュー作ったんですけど、そのシチューにね、来るんですよ、ビャーって。それで、もう、取っ払ってもね、また来るしですね、もう諦めないですよね。で、これからですね、この子はもうとにかく諦めないですから、もうラブちゃんは絶対人間のご飯にね、その一日興味示さないですけど、やっぱ男の子ですよね。もう、超興味津々で、もうとにかくシチューの中に顔を突っ込もうとする。大変でしょ？暑いし。おいで、もうね、これで、今日からはもうちょっとあれですね、お風呂場のところのね、洗面所のところあるんで、あそこドア閉めれるんで、あそこドア閉めてね、ご飯食べてる間はちょっと隔離しないと、ちょっとこいつやばいです。ね。というふうにね、思ってますね。やっぱ男の子元気いいっすよ。ラブちゃんとは違います。ね。ということで、私ね、すごいにゃんこ2匹に囲まれて幸せなんですよ。ね。ということでございます。で、今日の日経平均株価ですね。さっきも申し上げましたように、なんかもうすごい33年ぶりの、ね、高値とか言ってた割には、ぐわーって下げて、197円のマイナスで割ってますよね。で、トピックスもマイナスですね。で、グロースだけプラスで、なんか710ポイントね。なんかグロースに資金が入ってんですよね。それで、為替はですね、148円33セント。結構円高方向にね、ガーッと引っ張られてますね。なんか149円に行ったり、これなんか148円に来たり、大変ですよね。FX のやってる方ね、大変ですね。先物は今ね、ちょっと下げ気味ですね。まあ3万3000円ね。居どころとしてはまあ悪くはないですよね。それから10年債利回り 0.744 と、一向に、利回りが上がる気配はありません。っていうことですね。で、日経 VI なんですけど、基本指数ね、18.52 ということで、まあそんなに高くもないですよね。あとニュースですね。何かあるかな。あ、首都圏のマンションね。10月発売は 46.3% 減と。東京23区 55.6% 減。いけませんね。ついに来ましたね。大体あれじゃないですか。株式から先に崩れるんじゃないですかね。だからマンション価格が下落してるっていうのは、ちょっとなんか、まあでも高すぎましたからね。なんかね。まあ、元に戻ったっていうぐらいの感じなんですかね。首都圏なんかあれですよ。いつでしたっけ？10月もうもっと前か。なんか2億円とかね。平均が。それとんでもないですよね。そんな無理です。ということですね。あと、そうそう、郵船のね、お船がね、拿捕されましたよね。なんかね。OpenAI のアルトマンさん。
マイクロソフトに移籍したんすか。すごいな。あ、そう。まあ同じことですよね。えらい出資するんですから、マイクロソフトはね。なるほどね。それで、チャット GPT の開発にこう専念させようという腹ですね。マイクロソフトはね。ということですね。マイクロソフトの支配下でこうやらせたいな、みたいな。ね。そういう感じですよね。あと台湾の総統選ね。これ相当難しいですよ。ダジャレですけどね。ね。与党民進党の副総統候補に、なんていうんですか、これ。祝美金っていうんですか、中米代表を辞任したと。あ、そうですか。蔡英文さん出ないんですかね。なんか、あ、副総統候補ね。蔡英文さん出るんですよね。なんかあれですよね。国民党の方が少し中国寄りらしいですね。なんかね。よくわかんないですけど。ね。これで、これはまあ、ダウはね、まあ、金曜日の、あちらのままでございますんでね。で、ちょっと先物がちょっとプラス方向に今ちょっとこう、ダーッと行ってますね。3万5000ドルこれね、一見乗せるんですけれど、あれなんですよ。実際始まってみたらね、突破できないんですよね。終わりなね。まあ、そんなことで。ユーロドル 1.09。ああ、すごいとこ来ましたね。なかなかですね。ドルインデックス 103.48 ね、落ちてきましたね。それから原油76ドルですね。まあ、原油はまあ落ち着いてますかね。で、ビックス恐怖指数 14.19 ということで、これもね、そんなに高くないと僕は思うんですよね。っていうような感じでございますね。はい。それでですね、今日はですね、何でしたっけ？東京ベース株ね。これ視聴者さんのリクエストでございますけど、何しろね、安いんですよ。安い。しかも株価がね、安いだけですけどね。291円ね、今日ね。1円下げて。それで、まあこれ買えるんだろうかと。ね、東京ベースご存知です？一応、セレクトショップです。ね。これはもうね、上場した時は結構騒がれたんですよね。私もね、なんか小売業界いたんで、まあ東京ベースは、まあこれね、鳴り物入りだったのをよく覚えてますけどね。それで、これ日本製ですね。メイドインジャパン。これを売るということで、谷正人さんでしたっけね。っていう方がまあそのセレクトを立ち上げてですね。それで今、どうですかね、90店舑弱ぐらい、運営してるんですかね。それでその、問題はその、こんな株価になってるっていうのは、まあ、それなりの理由があるわけですよね。で、その日本製を武器に、こう、世界ブランドを、まあ、目指してるんですけど、これね、条件をね、こう、本当にね、いけるかなみたいな。こう、いろいろ条件ね、考えてみたいと。時価総額141億で、もうとにかく、もうね、全然ダメです。これね。今日29万株できてますね、それでもね。とにかくね、信用買いだも多いっすよ、189万株って。だいたいだから、ここ、冬場ではですね、空売りがいるんですよね。ここにね。空売りね。一番やってるのはゴールドマンサックスですね。11月14日。2.4%。117万株ですね。それと、モルガン・スタンレー、MUFG も、まあ、0.5% 再印してますね。この二人ですかね。ね。しかしこれ、こんな290円みたいな。株、ショートして、どれぐらい取れるっていうんですかね、値幅がね。まあ不思議なんですけどね、やるんですよね。それはですね、やっぱこう、解散がいるからですよね。こんなにね。ね。この人たちがどっかで、ちょっと上がったところで利確してくるだろうと。それでもね、ここで買ってるってことは、これより下がんなきゃいけないっすよ。そういうことって、あるかなぁ。よくわかんないですけどね。ちゃんと見ると、まあこんな感じなんですよ。もうずっとね。だいたいこう270円台。これがまあだいたいボトムみたいな感じですね。だからもう一回こう270円のところ落ちてくるといいなと思いますけど。こう300円台もね、でもなんか知らんけど、せこいことしますよね。外資系の空売り税ね。100円台に来ないとね、全然わかんないですよ。あ、だからですね、ショートってこう地面が近いでしょこういう株のショートって。危険ですよね。だから。下手して良かった場合は踏み上げられますよね。と思うんですけどね。そうなってないんですよ。で、ニュースですけど、そうね、9月の、これ20、14日ですかね。これがこう決算短信出てまして、でね、東京ベース、上期営業黒字浮上で着地と、5、7月期も黒字浮上ということで、第2四半期累計ですね。これ1月が決算期なんですよね。で、2月から7月までの連結営業利益 3.1 億円の黒字になったと。
まあ前年は赤字ですよ、1000万のね。で、通期計画は15億なんですけど、進捗率 21.1 と。なんか絶望的そうじゃないですか。ね。それはね、そう、意外とそうでもないんですよ。それで、ですね。まあそうですね。下期に11億8000万売らなきゃいけないですよね。ああ、営業利益出さなきゃいけないですよね。あり得るかもしれないですよ。ね。それで、営業利益率がですね、なんかこの第2クォーター 4.4% ね、マイナスからね、に改善したというような、まあこういうニュースが、9月14日に出たんですけど、だけどまあ、やっぱダメじゃないのみたいな。ね。だから、ずっとね、9月15日360円まで行ったんですけど、こうなんかぐじゅぐじゅっとしながらぐじゅぐじゅって277円まで下げてんですよ。で、その間ですね、信用改ざんがいっぱい入ってんですよ。ね。で、どうしようかなとまあ思ってるんですけど、あれも結論から言うとですね、募金でいいんじゃないですかね。東京ベース。募金ね。募金の趣旨がね、重要なんですけどね。でも、そんなこともないかなと思われるんですよ。それはですね、これね、こう、10月の、まあ、こう月次がこう出てるんですけど、これね、ちょっと見づらいと思うんですけどね。ちょっと拡大しましょうか。これ月別の推移なんですけどね。これ第2クォーター、ここで閉まったんですよね。で、上半期 108.1% 全社ベース。それで、既存店は 104.4 です。ね。それでですね、8月、9月、10月ね。これ第3クォーター、もう閉まってるんですけど、あ、まあ、今朝まだ出てないですよ。なんですけど、これがですね、全社ベース 104.7 なんですね。それで、既存店が 102.4 ということで、いいんですよ。で、このですね、9月はね、しょうがないですよ、これ。もう、めちゃ暑かったでしょ？なので、要するに、ここ初心者とか売れないといけないんですけど、それがすごい厳しかったんですよね。で、まあ、その上にですね、ここですね、EC がずっと悪いんですよ。なんかずっとダウンみたいですけどね、メインは。なんか 65% だかなんだか、もう EC の、なんかずっとダウンの売り上げらしいですよ。なんですけど、海外もまあ良くないということで、海外ってどこかというと中国と香港ですね。中国。これがね、なかなかね、ちょっと厄介なんですよね。で、これもう、谷井マストさんね、これね、中国進出、これ失敗してますね。っていうふうに思いますね。しかし、それで中国ガンガン閉めてるんですけど、それでもですね、そうですね、こう10月はですね、既存店の合計ですね、これ100点3一点ですよ。ね、これ10月もこれ100点3いくって言ったら大したもんですよ。ね。どういうふうに思うんですよね。国内の売り上げは 102.3 で、海外が足を引っ張ってるだけなんですよ。で、これはですね、既存店も悪いんですけど、全店ベースはね、ここ 74.9 になってますでしょ。なので、要するにこれ店閉めてるってことなんですよね。すごい。不採算の店を閉めてるんだと思います。なので、このペースでいくとですね、まあ、最後の売り上げでこれ、まあ、この 104.7 になるわけですよね。そうするとですね、この第3クォーターですね、まあ、ちょっとどうなるかっていうと、これですね。第3クォーターを見てみますとですね、去年の第3クォーターはですね、10月ですね。8、10月なんですけど、これがですね、44億2900万なんですよね。でも全体が、まあ、4%、まあ、約 5% ぐらい伸びてるでしょ。そうすると、まあ、2億以上は乗るんですよ。2億2000万とか。そうすると、まあ、7億まではいかないですけど、46億とかいくんですよね。で、荒井がですね、ここイーブンならですね、これ多分、経費落としてきてますんで、これ利益出るように思うんです。ね。結局ね、小売業は売り上げから出発するでしょ。最終的にはね。それで、負債3点を占めてますんで、利益がね、プラス方向に出る可能性があるんですよ。で、その、次のね、最後の四半期ね、11月から1月、ここはね、一番売るところなんですよね。まあ、要するに冬物が売れますから、単価も上がりますし、もともと単価高いですけどね、この商品ね。で、前期も58億5600万売って4億の営業利益出してますんで、で、負債3点の、まあ、特に海外ですね、中国。中国後でお教えしますけど、いっぱい占めてます。で、それを占めたことによってですね、ここもね、結構乗ってくる可能性あるんですよ。ただまあ、だからといって株価が上がるかどうかはわからんのですよ。ははね。で、そういう感じでね、軽く聞いてくださいね。だけど、これ第二四半期のこう実績なんですけど、前期、こう2月から7月までで、88億9600万でしょ？で、営業利益マイナス1500万なんですよね。今回96億5600万売って、
って、3億1600万ですね。で、あらりもね、これね、落ちてるんですよ。1ポイントぐらいね。だけど、まあ、売上高がプラスになったんで、で、結局、黒点してるんですよね。なんで、その、問題は15億も行くかどうかっていうのはもうちょっと微妙です。これはもうみんな行かないと思ってると思うんですよ。だけど、ここに投資してる人たちですね。これはね、やっぱあれですね。なんか、信用の、まあ、その、月次ですかね。月次はまあ悪くはないんで、それでまあ、階段がやっぱ増えてるっていうことなのかよくわかんないですけどね。まあ、ちょっとね。それで、財務のところは、まあ、税金も53億ありますし、まあ、融資負債ありますけど、0.74 ね。まあ、だけどまあ、しっかり、自己資本持ってます。それで、総資産もこう、109億ありますんで、まあ、株数が多いですよね。116円とか、こんなか、ね。こんな一株純資産になってるんで、それはもうしょうがないですよね。こんなね、2.48 倍の PBR になっちゃって。だけど、配当するってことは、まあ、あれですよ。剰余金があるからできるんですよね。で、キャッシュも、まあ、まあ、あるんですよ。まあ、現金商売ですからね、これでは。なんで、まあ、こうね、ここからまあ配当ができるっていうことですね。まあ、4円ぐらいだったらね。しかし、なかなか、難しいんですけどね。で、今日ね、ちょっとお話しするのはですね、まあ、その、一応ですね、その、この短期的な部分というより長期的な話ですよね。で、これね、まあ、これ第二四半期の決算短信なんですけど、まあ、相変わらずまだ中国事業の強化とか言ってんですよ。だけどですね、これ言ってるだけで、ちょっとね、ちなみに見ていただくとですね、まあまあ、スチューディオスっていうのは、これが一番ね、店舗数多いんですよね。まあ、売上も多いです。43億。ですよね。構成費一番高いです。で、その後、ユナイテッド東京とか、パブリック東京とか、A プラスとか、みんなメイドインジャパンの、あれですね。まあ、デザイナーズブランドですよね。が中心です。ジュニア渡辺とか、コムデギャルソンとか、あるいはですね、何でしたっけ。そういうのね、ポーターもやってますしね。そういうのやってるんですよ。そういう会社なんです。メイドインジャパンね。それで、これはね、大切なことなんですよね。だって、円安でしょ。だから、海外に売るにも持ってこいなんですよ。しかしながらですね、これがですね、うまいことね、いかないんですよ。それで、これちょっと見ていただくと、出退店および店舗数ということで、もうね、どんぐらい占めてるんですかね。97あったのが、前期末ね。88まで減ってますね。で、9店舗、まあ、退店してるんですけど、この9店舗の内訳はですね、日本はですね、双子玉川だけですね。で、占めてるのはですね、スチューディオスの武漢ですね、中国です。で、ユナイテッド東京業態の武漢と成都と北京と深圳万象天地と、それから深圳全開万象上天と、それからパブリック東京業態の成都と深圳全開万象上天。下紙そうですけどね。中国の店、こう、ずーっと閉めてるんですよ。で、中国強化とか言ってるんですよ。本気かなと思うんですけど。厳しいです。中国はね。ほいで、この東百国際貿易っていうののところで、まあ、連結して、まあ、そこ、ここで運営してるんですけどね。まあね、これ上場したのが何年でしたっけ ?15 年ぐらいですかね。この人ね。この人は谷正人さんですよ。これファッションスナップなんですけど、インタビューで日用品のユニクロ、嗜好品のスチューディオスに、ということで、上場を決めた31歳社長、若いっすよ。野望ってかね、野望ね。で、なんかまあなんか、ゾゾタウンの前澤さんがですね、まあ上場した年齢よりさらに若いらしいっすよ。で、起業して7年目での上場ということで、アパレル業界で最速、異例のスピードで成長してるということですから、もうそれは盛り上がったんですよ、この時は。すごく。めちゃくちゃ。それで、まあ、なんか、こう、いろいろ言ってるんですけどね。なんかね、一応こう、すごい、志が一応あるんですよ。まあ、一応この時は 14% の経常利益でした。それはもう、この時、いつですかね、これ、2015年ですよね。2015年、よく覚えてますけど、2015年っていうと、月足に直して、見てみますとですね、そうですね、これね、ここ、これですよ、これ。で、こう分割1回、2回、3回やってますね。うん、そういう感じで、ほんで、ずーっとね、200円まで下がって、
235円。ね。うん、こんな感じにね、まあ、なってるんですよね。で、このファッションスナップの記事をね、こう、まあ、読みますとですね。まあ、上場はいいんですけど、ですね、この時の売り上げは40億ですね。今はだから200億目指してるんで、通期でね。まあ、この時から比べたら、まあ、5倍ぐらいになってますよね。で、うち EC での売り上げが14億あって、EC 化率 30%、今 25% ぐらい逆に下がってます。っていうかね、店舗が強いんですよ、なんか知らんけど。接客力ね。あるんですよ。で、セレクトショップでしょ。だから、やっぱその、セレクトショップっていうのはですね、有力ブランドがですね、やっぱ認めるんですよね。セレクトショップを。ね。イメージがいいじゃないですか。なので、まあ、EC でもですね、そのセレクトショップで若い人に向けてですね、その、なんていうんですか、さっき言ったY3 とかもやってますもんね。幼児山本とかね。そういうのはね、受けるんですよ。だってアイコンですから、ブラ、ね。そういったブランドは。ということで、しかもそのメイドインジャパンにこだわってるわけでしょ、すべて。だからメイドインジャパンしか、受け付けないんですよ。いらないんですよ。そこはね、なかなかのもんなんですよね。それで、弊社では余計なことをしないをモットーにしてて、EC サイトは、まあ、ZOZO タウンと自社だけに絞ってるということで、だから ZOZO タウンがですね、なんか 65% とか、なんか言ってましたね。なんかね、やっぱりあれですよね。まあ、いいんですけど、まあこういうね、ブランドね。今あるのはホワイトマウンテニアリングとか、エノハリウッドとか、これありますね。全然知らないですよ。ジョン・ローレンス・サリバンとかね。でも、これなんかね、こういうふうに横文字ついてますけど、基本的にはこれあれですね。日本のね、デザイナーたちが作ったような、そういうブランドなんですよね。基本的には原宿系とか、デザイナーね、新進系のデザイナーたちが作ったね、そういったブランドをですね、まあ、しかもメイドインジャパンで作ってですね、で、やってるんですよね。だからそういう意味で言うと、あれですよ、本当にね、いいことをしてんですよ。こうね。アジアのグローバルカンパニー目指してて、この時行ってんですよね。で、ユナイテッド東京っていうのは、ステュディオスの次にできたみたいで、このブランドはですね、モードを軸にメイドインジャパンをしっかり押し出して、大きなマーケットで展開できるビジネスモデルが必要だと考えたからだと。そうっすか。ファッション感度が高い若い人たちに向けたビジネスだけだと、売上規模には限界があると。なるほどね。会社を大きくするために幅広い層に対してアプローチしていくことが必要だと。なるほど。ちなみに、ステュディオスで言うと、国内では東京、名古屋、大阪、福岡を中心とした都心部への出店を考えていると。まあ、これ出店してます。で、幅広い年齢層に向けた商品企画にするため、ステュディオスとサイズ感も変えてて、現在計画に対して 30% 増の売上記録を記録していると。つまり年齢層をこのユナイテッド東京で上に上げようとしたんですね。30代から、まあ、50代くらいまで。のところに上げようとしてるんですよね。だから、まあ、メイドインジャパンって言うと、私も弱いっすよ、やっぱ。で、わかります、だから。で、これ店長ね。やっぱ店長主義ですよ、そら。もう、セレクトの命はそこですから。おしゃれの好きな人がね。もう、要するに、その、身につけたものをですね、そのですね、来たお客さんはそう憧れて買うというね。まあ、で昔からセレクトショップにありがちな、そのパターンでやってるんですよね。なんで、この人ですね、この時にもうすでにですね、アジアのグローバルカンパニーと呼ばれるようになりたいということで、まあ、インバウンドはすごい、この時はすごかったですよね。2015年とかね。なんですけど、そうですね。まあ、この後ですね。なんか100年企業目指すか言って。そうだね。あれですね。中国へ、まあ、その行くという決断をしてしまうんですよね。日本初世界へというね。なんか、from Japan to the world みたいな。そういうような、なんかキーワードで、こうやってるんですよ。それの、でも中国が、まあ、あんな感じでね、先ほど見たように、ベロベロと締めなきゃいけない状態になってんすよね。それで、なんかもうご本人がですね、これ今ね、これ第2クォーターの、これ、決算説明会みたいな、なんかこう、スライドっていうか、まあ、書き起こし資料ですね。なんですけど、これ見たらわかると思うんですけど、これ、2月から7月までです。中国は1月から6月までありますけどね。1ヶ月間ずれてますけど、売上が96億で、これ日本がですね、86億なんですよね。それで香港があって、これが1億4300万ね。で、この中国ね、上海にある、ね、連結会社。これが10億円と。それで売上がですね、96億になってるんですけど、この上海の10億がですね、どういうことになってるかというと、3億6600万のマイナスになってるんですよ。なので、閉めてるんですね。閉めてるんです。で、これをですね、シャットダウンしていけばですね、今マイナスが消えますから、プラスがね、顕在化してきますよね。というようなことで、
で、その、なんすかね、正直言って、ちょっと、悩むんですけど、あれですね、もうその本、ご本人はですね、中国事業の、まあその強化とか言ってんですよ。本当に。まあ今こういうね、スチューディオスとか、ユナイテッド東京とか、パブリック東京とか、まあ来ない、A プラス東京ね、ザ東京とか言って、こうなんか一応いろいろ分けてるんですけど、こいつが一番大きいですよ、スチューディオスがね。なんでございます。それでですね、なんか、ご本人もあちこちショッピングセンターを回ったと、中国の。そしたら、なんか、ゴーストタウンだと。ね。で、これじゃあもう売り上げが成り立たんということで、まあ結局バタバタ閉めてるんですよね。うん。ほいで、でもまあ中国にまだ未練があるんですよ。で、その、いいところもあるんだと。上海とかね。で、そういうところまだこう出す余地はあると言ってんですけど、そこだってどうなるかわかんないじゃないですか、これからね。それはまあ強みといえばメイドインジャパンであることは強みなんですけど、まあどうなんですかね。中国で別に作ってるわけじゃないんで。だからもう越境 EC やればいいんじゃないかなと私は思うんですけどね。別に、わざわざね、店舗出店しなくても。それで、結局ですね、どうしたかっていうとですね、この説明会で言ってるのはですね、これですよね。これは国内の、まあ、やっぱり国内を立て直さないと話にならないですよね。まあ、粗利を上げて、その、販管費を効率化するとか、まあ、でもこれはすごく、頑張ってやってます。販管費ね。なんですかね、ライザップとは違います。ね。なんですけど、ですね、まあ、こう、表彰式なんかどうでもいいんですけど、これほら、中国事業強化って書いてるでしょ？ね、もう間違ったんだから、やめた方がいいと思いますよ、私。まあ、新規出店、政策的に抑制とか言ってますけどね。ね。まあ、販管費も効率化できますよね、店舗閉めればね。ということなんですけど、まあ、とにかく営業力も浸透していなければ、企業文化も浸透してないと。そりゃそうですよ。現地10年あった MD 構成もできてないと。それする意味ないでしょ。中国向けのオリジナル商品の開発、やらない方がいいと思います。で、これ、なんかね、これね、どうしても中国をね、強化したんですよね。不思議なんですよ。これは素直にね、だって閉めてんですから、じゃなかったら閉めないでしょ。だからこれよくわかんないんですよね。まあいいんですけど、まあ閉める、決断はやってるんで、まあ、その、遅きに失したとはいえですよ。まあ、いいと思うんですけどね。ですね。まあ、これですね。これだけ閉めてるってことですよね。大抵。チャイナです。チャイナ。国内はこれに2つ。こっちは改装ですもんね。新宿ね。13.9 坪上昇ということで、これ80坪になるといいですよね。だから、そのユニクロが成功したからちょっと行くっていうのもね、どうかなと思うんですよね。なんかね。無印良品とかね。だって高いんですよ、中国の方にとってみれば。ね。なんですけど、まあなんかね、富裕層、なんか夢見てるんですよね。ほいでね、テコ入れするって言ってんですよ、中国を。どこやったかな？なんか言ってんですよね。どこだっけ？ほら、日本から営業本部長及び店長級の優秀な人材5名を派遣と。それね、スパイ容疑で捕まったりしますよ。ね、谷さん。送り込むのはいいけど。危ないっすよ。やめた方がいいんじゃないですかね。東京ベース基準の営業力を浸透させる。あ、なるほどね。でも、店員さんは中国人でしょ？難しいと思いますよ。研修海外出張等による企業文化の浸透ね。で、商品が現地需要にあった MD 構成は中国向けオリジナル商品の開発とか言ってますけどね。まあ、ダメでしょうね。この考え方では厳しいですね。やっぱりその日本と同じようにですね、要するに人材育成してやろうっていうことだと思うんですよ。だからまあその少なくともね、9店舗ですよ。まあこう、今期に入って閉めたっていうのはね、これはいいと思いますよ。多分ね、マイナスが消えるんで、プラス寄与してくると思います。下半期ね。なんですけど、そうですね。まあ大体アパレルの場合は、上半期閉めた方がいいですよ。下半期はね、そう、結構売りますからね。なのでまあ冬場ですね。なんで、そっちがいいんですけど、まあだから、セオリー通りやってると思うんですよね。なんですけども、これね、ちょっとこう、中国事業強化を見たときに、これはまあまずいなというふうにね、ちょっと思うんですよね。ということで、これ、あ、そうそう、ここね、この谷隼人さんっていう人はですね、そもそもですね、あれですね、この、なんすか、こう、松見市ってね、浜松にあるなんか百貨店、あ、こうあったんですよね、かつてね。もう、とに、倒産してます。ね。これはね、古いやつで1936年ね、昭和11年に。
こんな感じであったみたいですよ。浜松にね。あ、だからこれあれですかね、松本さんのリクエストだったんじゃないですかね。まあ、アパレル、ね、やってたっていうことで、私にまあ、投げてきたんだと思いますけれど、これはね、ものすごく難しいんです。で、ここのですね、一等なんですよ。あれでしょ、後継者じゃないんですよ、全然ね。この松見氏のね。本家ではないくって、次男さんの息子さんかなんかなんですよね。でももう全然ダメですね。はい。大体、名古屋の丸栄もね、なくなっちゃいましたしね。なんかもうダメですよね、地方百貨店はね。というようなことで、まあこういうね、それで、こうですね、この谷松人さんは、まあそういうね、まあ、ただ、そう、百貨店を、まあ、一族がやってたってことは、まあちょっとこうそういうような、こう、つながりみたいなのも多少はあるのかもしれないですよね、アパレル関係ね。まあ、小さい頃から慣れてたっていうのもあると思うんですけど、ですね、ここの方はですね、あれですね、デートナインターナショナルっていうね、会社で、事業部長をやってたんですよね。それで、このステージを立ち上げたんですよ。これ2007年の話ですね。で、こう、デートナインターナショナルってのは何かというと、ここもですね、なんかフリークストアですかね。そういうような、そのセレクトショップを50店舗ぐらいやってる会社だったんですね。だからセレクト系が、まあ、お好きだったんでしょうね。それで、このスチューディオスを2008年12月にまあ設立したんですよ。で、これはですね、なんかデートナさんがですね、なんか事業をまあ譲り受けたんですね。約1億5000万ぐらいで、なんか、まあ買ったみたいですね。というようなことで、まあ、原宿本店かなんかあるんですよね。そこがまあ、あれじゃないですかね。最初の場所じゃないかなと思うんですよね。原宿本店だったと思うけどな。原宿本店。これね。これだと思います。神宮前のね。ここね。おしゃれでしょ何もないです。ね。こんな感じなんですよ。まあね。好感度っていうね。そういう感じですよね。それで、まあ、なんて言うんですかね。東証マザーズに、2015年ね、9月には、まあ、こう、なんか最年少で、史上最年少で、上場を果たして、ね。31歳ですからね。なんか東京ベースにね、その後、称号変更したみたいですね。で、まあ、こう、スチューディオスだけじゃなくて、ユナイテッド東京とか、パブリック東京とか、なんか A プラスなんちゃらとか、なんかいろいろやってんすよね。まあ、基本はですね、あれです。メイドインジャパンのですね、ブランド、これを扱うっていう、そういう商売なんですよね。で、だからまあ、実際ですね、ZOZO タウンで結構売れてるっていうのはね、まあ、これ ZOZO なんですけど、これね、これパブリック東京ですね。こっちはまあレディースの方ですかね。ああ、いい値段ですよ。でもこれ、19,800 円ですけど、メイドインジャパンなんですよ。日本で作ってるんですよね。で、アクリルが67のポリが21ね。ウール12。あ、まあこれ安くできます。ね。まあ日本でも、まあまあ、縫うだけですからね。まあそんなようなことでですね。まあこう、メイドインジャパンで固めてると。でもこれ、このまま中国持ってったって売れないですよ、そりゃ。と僕は思うんですよね。難しいと思います。だからその、ユニクロとか、まあ、無地、まあ、そういうのものはいいですけど、まあ、要するに、いっぱいありますからね。ただその、メイドインジャパンっていうだけで、中国人が買うかな、みたいな。おむつとかね、粉ミルクとか、メイドインジャパンで買う、あと薬とかね、メイドインジャパンで買うと思うんですけど、なんか、あと化粧品とかね。やっぱりこうちょっとアパレルはね、どうかなって、正直思うんですよね。難しいですよね。それでですね、これアナリストですね、ちょっと知ったアナリストがですね、質疑応答でこう出てんですよね。それでね、こうね、こう、アナリストの質問に答えてですね、中国事業においてどのぐらいの時間軸でもちろん気持ちとしては今すぐにでもとあるんですけれど、実態としてはやっぱり営業とか文化の浸透というのはなかなか正直時間はかかると。で、やらない方がいいと思いますよ。逆に言うと時間をかけないと万全な体制ができないと、それをやる。ていくんですか、頑固ですね。いわゆる中国の KOL、キーオピニオンリーダーですね。それを雇って瞬間的に私を出して、騙しながら売っていくという方法もあるかもしれないけれど、それをやっても本末転倒ではあるので、とか言ってますね。日本の精鋭たち。これを送り込んで。そりゃ、僕、ノミニケーションとか。大丈夫ですか、日々の毎日の OJT。あ、そう。そういうことで変わるんですか、
うん、やっぱり海外で日本の企業小売りがうまくいってるケースって本当にユニクロぐらいしかないと思ってました。ユニクロだって苦労したんですよ、谷さん。ずいぶん長いことかかったんですよ。で、しっかり時間をかけて、どの国に行ってもユニクロユニクロだっていうことができてると思うと、そういったことを目指していきたいと。しかし、ユニクロは、あれですよね、手が届く範囲内ですよね。結構多くの人が。そうは言っても。でも、ここの価格帯というのは、やっぱ富裕層ですよね。それをですね、こう同列に考えない方がいいと思いますよ。ユニクロよりはるかに難しいと思います。ね、はるかに。なんでちょっとね、どうなんですかね。なんか営業本部長には、この半年で中国の業績回復ができなかったら、もうお前の行き先は知らんというぐらい。怖いな。 そうっすか。営業本部長大変ですね。ああ、中国にね、行かされちゃって。ああ。これはちょっとね、お考えをね、変えた方がいいと思います。ね、サイズ感とかね、あるんですよ、これ。北京のお客さん、例えば女性でも平均身長170センチ。なんかね、そういうのって、出る前に分かってないといけないですよね、はっきり言って。そんな、違うに決まってるじゃないですかね。だから舐めてたんですよね、はっきり言って。とにかくみんな中国出ていくと、なんかね、良品もなんか、あれですよ、ユニクロも売り上げ作ってるんで、まあ、うちも行ってね、とか言って。ユナイテッドアローズまでね、中国行こうかしたでしょ。だから私も中国行くんだったらやめようと思って。で、もう売っちゃったんですけどね。まあね、ダメだと思いますね。その価格帯が価格帯ですしね。まあ、メイドインジャパンってとか言う例とは違うんですけどね。はい。これは日興証券の金森邦さんね。もう一人知ってます。で、この人、まあ、鋭いんですよ、結構ね。この人の質問に答えて、コロナ前のインバウンドの数字を探すと。ああ、コロナ前のインバウンドの数字が知りたかったんですね。鋭いっすよね。なるほどね。でもこれなんか、結局出てこなかったという。コロナ前の数字が。で、リース業、まあ、伸びてますよ。ちなみにですね、これね、載ってんですよ。これ10月なんですけど。ですね、国内の合計ね、これはですね、2019年10月との単月の対比だけなんですけど、国内合計はまあ当然伸びてますけど、既存店104.8です。ね。コロナ前の2019年10月に対してですよ。だからこれはもうすごいと思います。なので、この全社の売上が98.3になってる。これはもう中国占めてるんで、これしょうがないです。でもこれよく頑張ってると思います。ね。というふうにも思いますね。EC が落ちたと。その原因は、セールを遅らせたことであったり、期間を短くしたというのもあると。正直、実店舗において、在庫消化という観点は別ですけど、売上だけの単価、セールをしなくても大丈夫だと。在庫消化しなきゃいけないでしょ。よくわかんないこと言ってるな。ただ、それは要するに EC というか、ZOZO タウンが落としてしまうので、よくわからんけど、そのバランスは非常に難しい。そういったこともありますと。そうね、ZOZO タウンがセールやりますからね、95%マックスはオフとか言ってね。だからまあ、それについていけないんですよね。というようなことじゃないかなと思うんですけどね。うん。でも、まあ、ドドタウンなしでは、ここの EC はきついんですよね。で、今、インフレでしょ？ そうすると、まあ、ドドタウン事業の中も、ドドタウン抱えてるお客様の5%どうやって取っていくかという考え方ね。5%がね、富裕層なんですね、きっとね。うん、そういうようなことを言ってますけどね。なんか、転売屋？これがですね、なんか、狙ってるつもりはないけど、実態としてはそういったお客さんがいると。おお、ここがね、ちょっとね、昨日見たコックスなんかと違うとこなんですよね。だからまあ、ここの商品っていうのは、要は、まあ、デザイナーズブランドっていうか、まあ、そういう意味で言うと、まあ、ヨウジヤマモトとか、ジュンヤワタナベとか言うと、やっぱり、あれですよ、価値はあるんですよね。なので、こういう転売屋がですね、出てくるというところは、やっぱブランドを扱ってるというか、ブランドのセレクトショップで、あらゆる50%ぐらいありますからね。そうは言っても。値段が高いですから。ね。だから多分ね、まあ、仕入れると思うんですけど、これ在庫消化しないといけないですよね。仕入れですからね。それでまあ、転売ヤーを狙ってるつもりは全くないけど、実態としてはそういったお客さんがいると。それは明らかに増えているというのは感じていると。だからこれが、あれですね。転売ヤーで中国への転売ヤーでしょうね、おそらくね。で、中国のもう一つのボトルネックとして、中国のお客さんは我々の商品をどこと比べて買うかというと、要するに中国の転売ヤーがいくらで売ってるかというのを比べながら買ったりするの。そういった買い方が増えてるのかなと思って。やめた方がいいんじゃないですか、中国。本当に。もうなんか10回ぐらい言ってますけどね。谷さんね。なんか金森さんがですね、なんか出店したからこそですね。まあ、認知されて、
メンズ売り上げが増えてると実感あるかと。まあ、これいい質問ですよね。それは正直まだないと。ひょっとしたらあるかもしれない。どっちやね。なかなかそこキャッチアップするのが難しいなと思います。そうですか。うん。インバウンド売り上げがいい業態と中国でいい業態は、ニアリーイコール。ほぼ一緒ってことじゃないですか。なんか言ってることに、こう、論理の整合性がないですね。それは商品の問題なのかもしれないですけど、どっちやね。はっきりせんな。非常に難しいのは、例えば表参道ヒルズで言うと、やっぱりインバウンドが集まる館なんです。コロナ最中のお店の様子に、例えばトップ10売り上げとコロナ後、つまりインバウンドが来てからのトップ10の売り上げが全然違うと。そりゃそうでしょ。銀座6ね。そうだけど、コロナ最中は散々苦しんでいた人たちが今はもうどこもいいと言ってると。逆に言うと、コロナ最中にローカルに合わせていたような会社は今コロナ明け後に非常に苦しんでると知ってます、それは。で、うちもそうだけど、ユナイテッド東京、パブリック東京はコロナ最中頑張って経営してたと。あ、なるほどね。で、インバウンドが来た時になかなか苦しいと。あ、そう。一方、ステュリオスであったり、ザ東京はコロナ最中は苦しんでいたけれど、インバウンドが来ると非常に調子がいいと。まあ、立地がいいってことですよね。これ両方ともね。中国の商業施設の方が日本に視察に来るときに、いわゆる新宿のルミネは見ない。国内のマーケットインのブランドというのは我々通用しないというのは分かっているので見ないと。よく意味がわからんな。ね。まあ、要はあれですね。なんかこう、地方の、まあ、パルコとかそういうところね、に入ってるやつが、まあ、じゃああんまり影響も受けんかったけど、インバウンドの恩恵も受けてないっていう話ですよね。そういうことじゃないかなと思います。もっと安い業態を増やして、ララポートとかに展開していくというのが王道でしょうけどって、それは王道じゃないでしょ、あなたのところは。そうではないという選択をしているので、しっかりインバウンドを含め、感度の高いファッションとして、テクトの判断を取りますと。ですね、これですね、頭がね、整理されてないですよ、谷さんね。ね。というふうに思います。だから、困っちゃってるんですよね。で、中国でコロナが明けてから、まあ、上海、北京、深圳、広州、宁波、武漢、成都、ここ全部10日間ぐらいかけて回ったと。人は別にみんな3月の段階でマスクをつけている人もちらほら、逆に6月ぐらいになるとマスクをつけている人もいないと当たり前じゃないですか。ただ、どこの商業施設もすっからか。初めて気がついたんですね。ははは、大丈夫ですか。本当に一部の商業施設だけは盛り上がってるけれど、完全にオーバースターになってると。そうですよ。ラグジュアリーを見てもそうですけど、売り上げがすごいと聞いてるけど、全然。人いないじゃんというような商業施設がすごく多いと。例えば上海のエルメスとかなんて、本当に日本と違って全然人がいないと。だけどエルメスは売ってるんですよ。ね。少ない人の使う、まあそうですね。金額は半端ないと。そうでしょうね。まあまあなんかね、何やりたいのかね、よくわかんないですよね。ということでですね、やっぱりあれですよ。ここですね、創業の精神に立ち返るべきだと思います。この中国にかまけてる場合ではないというふうに、私は思うんですよ。ね。まあ、谷さんはきっと聞いてはいないと思いますよ、このチャンネルはね。で、本当はですね、要するに、あれですね、例えば、このステュディオスのブランドにしても、例えばこのベッドフォードね、これ、ここに出てくるでしょ?そうするとですね、これっていくらするかと6万円なんですよ。それで、そうですね、これ、ウール100で、で、日本製です。ね。で、このブランドのベッド JW フォードっていうのは2010年に山岸新平がブランドをこうスタートさせたということなんですよね。着飾るコンセプトで生活の中にある、まあ、コンセプトがあるわけです。ちゃんとした。で、しかもそれで日本で、これは、やっぱり縫製を、とか、網をやってるわけですね。これまあ多分丸網のね、ものを使ってると思いますけど、だからそういうですね、こう、原点に立ち戻るべきなんですよね。だから中国に合わせた商品を作るとか、サイズ感のね、まあそれもいいでしょうけど、そもそもやりたいことは何かというところじゃないですか。これね、全然問題ないですよ。これすごいいいですよ。これレディースなんですけど、で、この靴も日本製ですからね、多分浅草、まあ神戸ですね、1万1000円だとね。いいんですよ、これね。これね、ショートブーツで、それでですね、はい、兵庫ですね。多分これ長田で作ってますね。神戸のね。合成比較の 100% で日本製ということですね。まあ、レザーならもっとしますよね。というようなことで。まあ、すごくね、商品は面白いです。はっきり言って、ユナイテッドアローズよりこっちの方が面白いですよ。それはそうですよね。それなりのね、やっぱ、
デザイナーたちがやっぱこう参加してるわけですから、それ面白い商品ができますよね。で、こういうですね、ファッション性がですね、もうすごいその、アパレルにとって、大事なことなんですよね。と僕は思うんですよ。だってファッションって楽しむものでしょ。だけど、やっぱこれはですね、まあ、服にこだわってですね、これ岐阜ですね。岐阜です。メイドイン岐阜って書いてますよね。日本製。だこの考え方自体が原点じゃないですか。もう本当に。日本だよっていう。で、デザイナーは日本の、まあ、要するに、ね、新進気鋭のデザイナーたち。まあ、あるいはね、順位渡辺なんかも結構大御所ですけどね。あともう、幼児山本もそうですよね。なんですけど、要するにその、日本から、まあ、世界へということであるならば、要するにですね、その、私はですよ、どっちかというと、この、アパレルじゃなくて、このバッグとか、ね。これメンズのバッグなんですけど、これですね、このレザーの、これね。例えばこれで見ましょうか。レザーサークルパースってね。これは、比較製品ですよね。で、これが東京です。だから多分、浅草ですかね、作ってるのはね。で、電球が 100% ですよね。でですね、これはですね、関係ないんですよね。バッグは。だから、本当は、このバッグとか、シューズとか、ね。これシューズも、ものすごく売れますよ。言うときますけど。本気でやれば。で、ね。そう、面白いですよ。なかなかね。これしかし日本で作れるんですか、これ。ダイアグラムパターンスニーカー。え、嘘。日本で作れるの？アメリカ東京だ。あー。そうですか。すごいな。こういう、しかしこれ。普通はちょっと難しいんですけどね。でも売り切れてますね。ソールドアウトね。多分アウトソール、てかミッドソール、この辺は中国から持ってきてるんじゃないですかね。あとアッセンブルだけを日本でやってる可能性がこれありますね。でも一応、それってメイドインジャパンなんですよね。というようなことじゃないかなと思うんですよ。だから、やっぱこういうですね、バッグ、シューズ、グッズ。だって、考えたらですよ。この人やりたいのは、要するに日本の、要はそういうこう、なんていうんですか、日本製のものをですね、世界に売りたいというのが、根本の、要するに理想じゃないですか。別にその服じゃなくてもいいっすよね。と思うんですよ。最後は必死こいてね、服やるよりもね、まあ、こんなんでもいいっすよね。これだって、ディスクロングチェーンネックレス？これなんかよくあるんですけど、これもメディトキョですよね。で、これをですよ。これを世界に売っていけばいいと思うんですよ。世界に。だから、やっぱその、例えばルイ・ヴィトン？ルイ・ヴィトン、LVMH ですね。ルイ・ヴィトンの、まあ、書くならディオールと、まあ、ルイ・ヴィトンなんですけど、その、ディオールなんかでも、結局その、ね、一般消費者が一番使うものってのは何かっていうと、香水でしょ？ミス・ディオール。女に生まれてよかったとか言って。ね。なんかそういうのありますけどね。そういうですよ。ものですよね。ディオールのバッグとか。なかなかディオールの服を着てるってあまり知らないでしょ。そうでしょ？ただ、ヴィトンだってそうですよ。バッグですよね。一応、服もありますよ。だけど違うですよね。だから、本当にそれはね、なんでそうなってるかっていうと、世界共通で売れるからなんですよね。世界共通。要するに、身長が何センチとか、ね。これ、例えばこれ、ユナイテッド東京の商品を、とかね、例えばアメリカに売ろうかしたら、それはものすごくいっぱいサイズがいりますよ。胴回りとかね。難しいですよ。だそれより、要するに、その、世界ブランドが今までね、ラグジュアリー系のブランドがやってきたこと、それをね、素直に見習ったらいいと思うんですよね。と、それって、なんかというと、要は、サイズを、まあ、シューズはサイズがありますけど、まあ、基本的には、まあ、バッグですね。バッグ。あと、香水いりますね。香水ね。で、それだって日本だって香の文化があるわけでしょ？お香の文化ね。香道っていうのがあるぐらいでね。だそういうものを軸にですね、やっぱこう、展開をですね、やっていくというふうに、やっぱこう、方針転換をね、世界はですよ。別に日本で売ったっていいと思うんですよ、もちろん。アパレルね。いいと思うんですけど、世界に行くにはですね、アパレルは難しいと思います。ね。そうで、ちょっとね、早く気がついてほしいなと思うんですよ。で、とりあえず、まあね、すごいことをね、まあ、やってのけたんですよ。もう、それはもう、起業して7年目のね、上場っていうね、それやってのけたんですけど、ちょっとね、方向性がね、
で、中国行くっていうのも、まあ、ちょっと飽きませんし、それから、これからも中国は苦しむと思いますよ。で、ね、まあ、転売屋もね。だから日本と価格差があるってことですよ、結局は。ね。なので、まあ、そういう意味で言うと、ジュニア渡辺マンね、どんなのがあるのかな。おー、かっこいいね、やっぱり。これ、やっぱさすが面白いな。やっぱファッションはこうあらねばならんですね。オークリーとコラボ。これはオークリーなんで、あれですね、メイドインジャパンではないでしょうね。と思いますね。書いてないですけどね。だからメイドインジャパンじゃないのもありますね。ね。靴難しいんですよ。ああいうですね。あれ、モールドがいるんですよね。アウトソールとかミッドソールとか、3種類ぐらいモールドがいって。で、その上で、それでアッパーを釣り込みをしてですね、で、アッパーこう、成形していくんですけど、で、そことガッチャンコするんですけどね。そのモールド代がかかるんですよね。だからなかなか日本ではできないんですよね。まあ服は全然ね、大丈夫なんですけどね。日本でまだまだできるんですけど。まあシューズはまあなかなか難しいんですよね。まあでもね、まあ浅草にもですね、靴の、まだまだ残ってますし、それから神戸、長田にも残ってますし、で、そうですね、まあ、東京で言うとダイアナとかね、まあ、ダイアナ最近中国製のスニーカー、モダイアツをやってますけれど、基本的にレディースの靴はみんなね、長田か浅草で作ってるんですよ。ね。ということで、まあ、作れるんですよ。だからそういう意味で言うと、そういうものをですね、前面に押し出して、これでですね、まあ、やっぱこう、世界にね、行けばいいんじゃないかなと僕は思うんですよ。ね。で特に、バッグがいいです、バッグが。ね。バッグ。あと、香水がないです。フレグランスがね。絶対必要だと思いますね。ということで、まあちょっとね、いろいろ、おしゃべりをしてきましたけど、まあ要は東京ベースもったいないなと。で、まあちょっといろいろ発言を聞いてると、頭が混乱してると、こんぐらがってると。こんぐらマリットって感じですよね。そういうことで、こんぐらマリットディスカウントがあるんですよ、これね。ですけど、その志はなかなか素晴らしいですよね。だけど行くべき方向性がちょっとね。全然ダメなんですよ。全然ね。だからまあね、ちょっとこれですね、難しいっすよね、これね。もうね、募金ですね、これ。ヤン91円。だから、今言ったようなことに谷さんが気がつけばですね、気がついてないと思います。ね。服じゃダメなんだと。ね。そこに気がついてないと思います。世界を、メイドインジャパンで世界をね、制覇するには服じゃダメなんですよ。むしろね、着物の方がいいかもしれないですよ。そう思うでしょ？着物をガウンとしておりますから。世界中の人が。なので、あ、シルクですよね。オールシルク。ということで、とにかくね、こんぐら買ってね、こんぐらマリットになってるところが、惜しいですね。なので、まあ、この291円ね、まあ別にこれ、1000株ぐらい買ってもね、29万円ですんで、募金と考えればね、まあ、いいかなと思うんですよ。だけど、まあ、空売りもいますし、買い算もいっぱいありますし、ね、ちょっと上がってきたら、こう、バーっとこう下へね、送っていきますけど。今のところ、これでも、これ12月15日の第3四半期は、ひょっとしたら悪くないかもしれないですね。何の保証もできませんよ。しかしながら、この月次を見る限り、で、やっぱその閉店をしてるというところで見ていくと、いいかもしれないなと。ただな、根本が分かっとらんもんな。ちょっとね、本当に、そう思うんですよ。ね。ってことで。だって、あれですよ、レオナール、ね、フランスの、産業製工をやってるね。あれ、フランスにちゃんとね、工房があって、そこでまあプリントをするわけですけど、あれだってですね、要するにその、アパレルではやっぱ世界にこう、やっぱ行けないですよ、なかなか。だから結局のところ産業製工が、要するに日本向けで、その、あれでしょう、レオナールファッションという形で、日本向けにですよ、生地のプリントとかは全部フランスでやるんでしょうけど、そういう企画はですね、日本でやってるんですよね。で、そういうふうに現地化するしかないんですよ、やっぱ。服の場合は。しかし、あれがね、レオナールが、もし、バッグのブランドだったんですよ。これはもうね、そのまんま世界にメガブランドで行けたかもしれないです。わかんないですよね。だからもうほんと、グッチ、プラダ、ヴィトン、エルメス、全部考えてください。もうバッグです、バッグ。カバン。で、カバンと香水。それがポイントですよ。そういうふうにね、気がついてくれればですね、ここはね、買われるかなというふうに思いますね。いつか気がつくかもしれないし。だから、ちょっとだけ募金しといてもいいかなというふうには、まあ、思いますね。考えてみます。ということで、本日はね、東京ベース、ね、
買えるのかということでね。ちょっと、ちょっとね、アパレルじゃね、無理だな、みたいな。世界は制覇できんぞ、みたいな。だから、なんすかね、中国ね、店構えてね、営業本部長が買えそうだな、みたいな。だから、ちょっと根本的に、なんかこうね、いわゆるこう、世界の東京ベースになるための条件ですね。これはね、ちょっと条件の前提がね、前提条件がちょっと間違っとるということをですね、苦言を申し上げたいなと、かように思っております。ということで、本日は終わります。元上場会社社長のゆるゆる株式投資日記、いかがだったでしょうか。もしこのチャンネルはですね、もう、どちらかってね、適当にやってるだけですから、ね、でございますけれども、まあ面白いなと、まあ合うかな、みたいな。そういう方いらっしゃいましたらですね、チャンネル登録お願いします。あと、高評価ボタンもお願いします。それから、メガネリクエストですね、ちょっとぼちぼちやっていきたいなというふうに思っておりますので、またよろしくお願いしたいというふうに思います。長時間のご視聴、本日も誠にありがとうございました。ではでは。